京ゲームショウへご来場の皆様、そしてニコニコ生放送をご覧の皆様、こんにちは。再びセガスタのお時間がやってまいりました。お相手は私、達瀬葵と私、薄井静香でお届けいたします。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、というわけで、はい、あ、ニコ生放送の皆さんもこんにちはとか、明日行こうかななんて書いてくださってますね。待ってます。聞いて聞いてください。お待ちしてますよ。あ、じゃあせっかくなんでね、あ、のしってもう早速書いてくださってます。皆さんね、こんにちはとかのとかのしとかいっぱいコメントお待ちしていますからね、よろしくお願いします。あ、いっぱいコメント書いてくれてます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあさあさあ、はい、というわけで、うん、今回のセガスタではどうしましょうかね。どうしましょうか。お時間もたっぷりありますからね。そうですね。そうなんです。まずは、うん、いろいろとね、ご紹介を行っていきますけれども、はい、もう、もう今回はね、はい、ゲストも後ほどお呼びしちゃおうかなと思っておりますので、楽しみですね。はい、うんうんうん、お楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、まずはですね、はい、はい、キーワード、先ほど一つ目のキーワードをご紹介いたしましたが、うん、早速二つ目のキーワードいっちゃおうかなと思うわけなんですよ。わかりました。ではキーワードの準備をいいですか。お願いします。任せてください。はい、さあ皆様、いきなりキーワードと今から見始めた方はちょっとわからないことも多いかと思いますので、ちょっと詳しく説明してまいりましょう。今回ですね、このセガスタジオキーワードクイズをご用意しておりまして、セガスタジオの中で一文字ずつキーワードを言っていきます。全部揃えるとある言葉になりますので、皆様その言葉を最後に、一番最後の時間に答え合わせをしますので、それまでしっかりとチェックして覚えていてください。見事当たった方の中から3名様、昨日は3名様でしたね、素敵なプレゼントをご用意しております。そして本日、オープニングのセガスタジオで一つ目のキーワードを発表いたしましたが、ただいま2つ目のキーワードを発表させていただきます。皆さん心の準備はよろしいですか。いいですか。じゃあ参ります。2つ目のキーワード、こちら、バーン、にに にです。はい、カタカナのにですよ。にでございます。どうでしょうね。よろしいですか。インプットできましたか。うんうんうん、これは難しいですね。たくさんコメントが来ておりますけれども、皆さん頑張ってくださいね。そう、このキーワードなんですけれども、どこで発表するかはわからないので。そうなんです。そうなんですよ。皆さんちゃんとずっとチェックしていただければ嬉しいなと思ってます。そうなんですよね。はい、だから、あ、うっかり聞き逃したっていうこともあったりしますからね。うん、はい、何文字かも別に決まっていませんので。そうなんですか。そうなんです。私4文字だと思ってた。決まってないです。でもそうだ、何文字でもいいんですか。そうなんです。そういうこと。今日なんかスパン早いじゃないですか。そうですね、2文字目、もう2文字目、はい、おやおやさあ、わからないですね。楽しみにずっとご覧ください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、はい、ちょっとこの辺りで、うん、次のコーナー行っちゃいましょう。はい、公式サイトを見渡せが、お、何かいいことあるかもよ、うん、のコーナーです。はい、さあこちらはですね、東京ゲームショウセガ公式サイト、セガデジタルカタログの中で連動している企画や知っているとお得な情報をお知らせしちゃうというコーナーなんです。はい、うん、ブースの周りでもですね、あの、はい、ポケットティッシュをお配りしてまして、公式サイトの QR コードがついておりますので、うん、こちらもぜひチェックしてアクセスしてみてください。はい、お願いいたします。じゃあ早速見ていきましょう。ズズズイッとこんな感じになってます、公式サイト、うんうん、じゃあ今回はですね、はい、バックヤードレポというところから、はい、ちょっと動画をご紹介してみましょうか。動画もね、見られるんですよ。えい、おー、動いてますね。セガブースの様子が。バックヤードレポ、現在は7ホールセガ物販ブースに来ました。ここにもたくさんの商品があるんですけれども、ここではセガ島田さんにご紹介いただきましょう。ではお呼びします。島田さん、本当にずらーっと並んでますね。島田さん、どっから現れるんですか。びっくりしましたね。今回ですね、ご紹介させていただきたいのは、こちら本ブースのシアターでも流させていただいております、セガセガ龍が如くゼロ誓いの場所ですね、こちらのグッズです。はい、
特におすすめなのがこちらのオリジナル T シャツ2種類、あとですね、こちら私がつけております真島の兄さんですね、こちら桐生一馬、2種類ございますが、アイマスク、こちら、意外と、昨日から売れております。はい、では続きましてですね、続きましてご紹介させていただきたいのがこちらファンタシースターグッズです。ファンタシースターオンライン2、ファンタシースターノバ、こちら2種類のタイトルの、オリジナル T シャツをご用意させていただいています。その他ですね、こちら私個人的に、おすすめしたいのがこちらリリーパ族ぬいぐるみ、非常に可愛いです。こちらですね、ちょこちょこ売れてるんですけども、まだまだ残ってますので、ぜひぜひ、お買い求めください。はい、続きまして、初音ミクグッズ、こちらですね、5周年記念のイベントが開催されましたが、そちらのマグカップリフレクター公式 T シャツと、取り揃えております。こちらのイベント会場でですね、手に入れることができなかったお客様はですね、ぜひぜひこの機会に、お買い求めください。そしてそして、こちらなかなか珍しいんですけども、セガの往年のハードのグッズとなります。こちらですね、なかなか見ないんですが、メガドライブのぬいぐるみであったり、はい、メガネケースですね、こちらセガサターンの、コントローラーのデザインになってます。2種類ございます。こちらですね、昨日非常に大人気で、今日もですね、すぐなくなってしまうのではないかと思いますので、ぜひぜひ、お買い求めください。あとですね、続きましてこちらアトラスのグッズとなります。リセ T シャツとアダチ T シャツ2種類ございます。かなりデザインも綺麗、かっこいいので、ご購入ご検討いただければ幸いです。その他ですね、その他ですね、電撃文庫ファイティングクライマックスのグッズ、ぷよぷよのグッズ、ソニックのグッズと非常に多くの商品取り揃えております。そしてですね、はい、こちらですね、会場で販売させていただいておりますトモヨアフタープレイステーション3版のゲームですね。こちらですね、今回この会場でご購入いただきますと、こちらのはい、トモヨアフタークリアファイル、オリジナルクリアファイルですね、こちらプレゼントさせていただいておりますので、ぜひぜひご購入ご検討ください。そして最後ですね、ご紹介させていただきたいのがこちら、はい、英雄伝説千の奇跡スーパーアレンジバージョン、英雄伝説青の奇跡、オリジナル、サウンドトラックですね。こちらですね、その他、奇跡シリーズの英雄伝説奇跡シリーズのですね、サウンドトラックたくさん用意しておりますので、こちらも、ぜひ見に来てください。はい、皆さん、7ホールセガ物販ブースで皆さんのお越しをお待ちしておりますというような内容でした。なんか盛りだくさんでしたね。本当ですね、この下からこう出てくる感じがすごい、意外とこだわってましたね。はい、演出あったんでしょうね、ご自分の、物販ブース盛り上がってますね。はい、7ホールとなっておりますので、皆様ぜひ足を運んでいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、さあ、こちらがデジタルカタログ、今ご覧いただきましたけれども、たくさんのね、はい、コーナーですとか紹介タイトルのご紹介ですとか、いろいろ見ることができますから、皆様ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、とここでですね、はい、急なんですけれども、うん、ゲストの方が来てくださっているそうなんですよ。はい、急にやってくるんです。私たちも ね、ギリギリまで、はい、誰が来るとか、うん、何のタイトルの方とか、はい、知らなかったりするんですけど、そうなんです、情報が入ってまいりまして、はい、急遽、はい、ゲストをお越しいただきましたので、うん、ご紹介したいと思います。はい、それでは皆様ご注目ください。ぷよぷよシリーズプロデューサーの細山田瑞希さんです。どうぞ。どうぞ。はい、こんにちは。ありがとうございます。ではおかけください。はい、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。遅くないです。まずは早速なんですけれども、皆様にご挨拶からよろしいでしょうか。はい、ぷよぷよシリーズのプロデューサーやってる細山田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。細山田さん、急にいらっしゃっていただいて、はい、そこに立ってたら出てって言われて、はい、出ますって、ね、いつもの感じですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、じゃあ、せっかくお越しいただきましたから、はい、まずはですね、はい、細山田さんがプロデューサーを行っていただいています、はい、このタイトルの映像からご覧いただきたいと思います。はい、それではどうぞ。せーかー、ぷよぷよと
の対決が超熱い VS。 一つのフィールドにプヨとテトリミヌが現れるプヨテトミックス。カウントが0になるとプヨプヨとテトリスが切り替わるスワップ。最大4人で対戦できるよ。また1人で楽しむ6つのとことんでプヨプヨとテトリスを遊び尽くそう。さらに便利機能も盛りだくさん。対戦終了後にプレイを保存できちゃうリプレイ保存。初心者も安心、レッスンも充実。インターネットで全国のライバルにチャレンジしよう。お楽しみはいっぱい。ねえ、すごいでしょ。盛りだくさんな夢の共演。これまでもこれからもぷよぷよテトリス、どっちもモリモリ盛り上げちゃうよ。ぷよぷよテトリス、プレイステーション4と Xbox One で2014年12月4日お得に新登場。 Wii U 版、 Nintendo 3DS 版、 3 版、 PS ビータ版、こちらもよろしくね。はい、というわけで、はい、ご覧いただきましたがいかがでしたでしょうか。これはね、もうね、皆さんもよくご存知だと思うんですけど、うん、夢のコラボタイトルですから、ね、私も小さい頃からぷよぷよもテトリスも楽しんできました、はい、でもね、こういうことありません。もうどっちかでものすごい負けちゃって、くそー、ぷよぷよだったら勝てるのにって思った経験ありますよね。あるある、皆さん、そんな言い訳がもう通用しなくなる、そんなゲームなんですよね。そうですね、はい、そうですね、はい、もう説明は不要かなってちょっと思ったりもしてるんですけど。あ、そんな、またまた、はい、じゃあ改めてご説明をお願いします。お願いします。はい、一応日中PS4 版と、Xbox One 版を12月4日発売で今まさに作っていて、まあ、出来上がってないんですけれども。え、なんですか。まあ出来上がってないんですけど、はい、明日11時から、はい、番組ここでやる予定があるので、はい、それぜひタイムシストなりに来ていただいて、見るなりしていただければいいかなというふうに思います。その時にいろいろ発表する話もあるので、ぜひぜひお願いします。細山田矛盾とか書かれてます。本当です、ね。まあ、矛盾ですけど、すいません。めっちゃコメント見てます、はい、楽しいですよ、本当。はい、で、はいはいはい、できれば対戦しようかなって、この時間を使って。今ですか。はい、今やります。今、はい、誰と。なるほど。いや、お二人で対戦。お二人で。いやいや、せっかくゲストでお越しいただいたのに。私たち何か、コントローラーが2個しかないですよね。はい、やっぱりでも細山田さん対、じゃあどちらかで僭越ながら。じゃあ、しーちゃんじゃんけんね。はい。じゃあやりたい。勝ったら何かあります。あ、やった。なんて勝ったら何かある。何かあります。太っ腹、今日も太っ腹。いきますよ、いきますよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、あいこでこでしょ。あいこでしょ。やったじゃあ、うすいさん。はい、はい、あれ、ちょっと待ってください、細山さん。あれは、なんか私絶対負けちゃう気がするんです、本気で戦ったら。いやいやいや、なんか、いや、何ですか。ハンデ片手プレイで書いてますよ、なんか。あ、お願いします。はい、わかりました。片手プレイ、片手プレイですか。回転できないですね。すごい、頑張ります。回転できない。はい、すごいな。そんなひどいやり方。いや、片手ダメですよ。頑張れるかな。はい、じゃあ早速、はい、ゲーム始めていきましょうか。すいません、キャラクターを全部出し忘れましたという。画面切り替わります、これ。はい、じゃあ画面をお願いします。はい、お願いします。お願いします。僕 HP ですね。はい、来ました来ました。私 2P です、はい、じゃあ何がいい。もうすでにキャラクターセレクトから片手で使ってる細山田さんです。さすがですね。何がいい。いや、僕片手だから大丈夫なんですけど、これ、はい、後ろ回った方が良くないですか、はい、マイク持ちながら無理じゃないですか。ありがとうございました。何から何まで。もしかしたらスタンドがないと裏方のコトロまで気を使っていただいてありがとうございます。さすがですね。突然来ました、はい、私スケートボーダーで行きます。はい、じゃあ S 使おう。ノーマルがいいと思います。はい、はい、ミュージック S がいいの。あ、はい、スタンドが来ました。始まりました。はい、僕ハンデで、じゃあ、でもこれ片手でハンデってきついんですけど、まあ、じゃあ激甘にして激辛。あ、すいません。 ありがとうございます。でも片手だからあんま意味ない。ありがとうございます。じゃあ、はい、はい、一本勝負にしましょうか。はい、そうですね。時間がないので、はい、はい、
どうなるんでしょう、はい、まあハンデがあるからしーちゃんね、すごいいけるんじゃないですか。テトリスだぜ、テトリス。はい、始まりました。テトリミノが落ちてきますよ。早い、細山さん早い。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ちょっと間違えちゃった、間違えちゃった。いやでも僕片手です。ちなみに細山田さんが左ですかね。そうですね、細山田さんが左、薄井静香が右です。待って、早い、めちゃくちゃうまい。あ、でも穴は開いてますね。あ、なになに、あ、もうやだ、ちょっと待って、タイミング悪いよ。変わりました、ぷよぷよに変わりましたよ。さあ、頭も切り替えていきましょう。やだやだ、これ片手きつい、まずい、これぷよぷよまずい。細山田さん、本当に片手なんですけど、なんでしょうこの感じ。スケトータルもうおーって言ってましたよ。すごい速い、細山田さん。あ、間違えちゃった。あ、変わりました。今度はテトリス、目まぐるしいですね。あ、間違えちゃった。あ、すごい積み上がってる。あ、すごい積み上がってる。いや、まずいまずい、まずい、これでまずいまずい。ちょっと待ってください、これしーちゃん勝てるかな。しーちゃん両手だよ、両手、両手、両手、私両手です。すいません皆さん、私両手です。ちょっと待って、まずいまずい。あー、今じゃない、今じゃないのに。さあ、またぷよぷよに変わりました。さあ、細山田さん順調にぷよを重ねておりますが、もうこれ難しいです。しーちゃん落ち着いて。あ、でも次落ちてくるよ、落ちてくるよ。やだやだ、やめてください。お邪魔ぷよが落ちてくるよ。あー、バーン。あ、でもそうでもなかったね。あ、また来る。あー、あー、このね、まあ、難しい。ごめんなさい、これ僕自爆しますね、これ多分。いやだって、あの、回せないんですよ。あ、来た。でも2列しか消えない。回せない回転できないっていうハンデがありますからね。やばい。あー、もう行っちゃった。やばい。さあ、また5秒前で変わります。3、2、1、ぷよぷよ。あ、ちょっと待ってください。いや、これは目まぐるしい。細山田さんも準備が結構できてきてますよね。これ、あ、間違っちゃった。もう細山田さん、ま、回せないんですよ。ひどい、回せないんです。細山田さんは回せないんです。さあ、またテトリスに変わります。何変わった。自滅しますね、これ。やばい。細山田さん、やばいですね。やばい。しーちゃん、チャンス。しーちゃん、落ち着いて頑張れ。やばい。落ち着き、頑張る。稼げば稼げる。というわけで、細山田さん、残念ながらバタンキュー。優しいな。しーちゃんの勝利となりました。ありがとうございます。おめでとう。パチパチ。意外と盛り上がりましたね。いやでも細山田さん最初の追い込みすごい。いや、あの、すごい。回転できないとテトリスってどうしようもない。本当ですよね。しかもあの画面上で細山田さんと私の画面が逆になってるから何見てるのかよく分からなくなってきて。なるほど。難しかったです。そうですね、面白いですね。やっぱり両方楽しめるって全然違いますね。そうですね。僕ちょっと手が使えないと面白くない。いや。やっぱね、もう。でもですね、はい、実は今回あのコントローラーの設定で、はい、あの片手でプレイできるような。あのオプションも入れたりとかしてるのでってなんて PR しちゃったり。すごいつまり今あの実際にあのアナログで片手プレイしていただいてたけども、はい、それがハンデとして入ってる。こっち側だけで遊べるようなやつとか。へー、すごいですね。それをこっそり設定したら僕勝てたんですけどっていう、こう巻き惜しみを言うなんてことでしょう。ご自分のために作ったんですか。そうですね、はい、あのごめんなさい、普通に私物で買ってきた、じゃあ、はい、プレゼントを。お、え、はい、私物で買ってきたプレゼント、はいはい、あ、ちょっと本当に私物じゃないか。お兄ちゃんみたいな。ぷよぷよテトリス組1個は関係ないんですけど、え、ちょっと私買ってからにします。あ、やります。私対戦して買ってからもらいます。あ、本当ですか。じゃあ毎回やります。やってくれますか。いいですか。やりましょうか。お時間あります。やりましょうか。じゃあ、はい、こっちに変わりましょうか、はい、よし。あの、しーちゃん、仇は私が分かっただけ。関係ない、すいません。あのピュアピュアテトリスゲームも好評発売中なのでよろしければ。ちょっと待ってください、何宣伝してるんですか。私たちが入れ替わってる間に。宣伝コーナー。美味しいんですよね、はい、これ美味しい。あのピュアピュア連鎖ゲームはあのセガの物販ベースで売ってるんですけど、はい、もしかしたら明日ちょっと売り切れるかもしれないので、はい、お早めにお買い求めください。そうですね、はい、よろしくお願いいたします、はい、僕の下の名前は水木です。はい、何ですって。いや、ですか。いや、言われてるので、はい、じゃあもう一回やりますか。やったー、お願いします。
でもこれ僕片手だったらやっぱ勝てないですよ、ね、そうですよね。でもしょうがないですわかんないわかんない。でもだってすごい早い、はい、細山田さんとハンデなしだとちょっとさすがに、はい、あ両手で画面切り替えるこれ。あのでも私ちょっと両手で戦ってみたい気になってきました。あの片手プレイあるんですよ、この片手持ちっていう。あ本当だ。あじゃああれにしましょうか。片手持ちってせっかく入れてくださった設定ですから、はい、うん、これでじゃあはい、はい、片手で全部落としたり回転も。これで10秒に1回目つぶります。はいえじゃあしーちゃん10秒数えてみてください。ちゃんとチェックしておきます。どんなルールすごいな。よし、はい、やるぞ。キャラを選んでいただいて選びます。はい、じゃあリンゴちゃんノーマルでいいですか。はい、いいですかって私が聞くなって、はい、いいと思います。はい、これ設定そのまま、あすみません、僕じゃあ超激辛にします。本当ですか。やったー中辛か激甘でもいいです。激ヤマ、激ヤマいっちゃいます。激ヤマ、はい、よし、これでもうグミ決定だな。だいぶだいぶやられますけど、ね。あ、すみません、これ今日持ってきたの製品版です。製品版で、はい、はい、開発じゃあ皆さんお楽しみください。はい、スタート。よーい、スタート。右が MC タツテです。回転できます。なんで。あ、すごいですね。片手でも回転できるんだ、本当だ。これだとだいぶだいぶいける。いや、細山田さんこれ全然ハンデじゃない。あ、10秒経って目つぶってます。はい、お願いしますね。はい、10秒、はい。目つぶりタイム。10秒ごと2秒。ちょっと待ってくださいね。二人すっごい真剣で超無言なんですけど、ちょっともうちょっと喋ってもらってもいいですか。すいませんね。細山田さんもうちょっとコメント、あれ両手使ってるぞ。あれ両手使った今。ほらほら。ルール違反ですよ。なんてことでしょう。いや。細山さんもうちょっとコメント入れていきましょうか。ハンデとして。さあ今どんなところを気をつけてプレイしているんですか。今はいや特に。特に目の前にドラマ CD のプロデューサーがいてニヤニヤしてるんで非常にはい、チェンジいいですね、葵ちゃんいい感じじゃないですか。そうですか。やばいやばいやばい、うん、よし、テトリスいけそうだ、めっちゃやってる。あえいや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 、私は初心者ですよ。いやいやいや全然初心者ですけれども。ちょっと細山田さん頑張ってくださいよ、負けちゃいますよ。ちょっとあれ目つぶってます。あ、つぶってくださいね、ちゃんとね。10秒に1回つぶるってお約束をしたんですから。ひどいゲームさあ頑張れ頑張れ、葵ちゃん頑張る。やばいですね、ちょっとやばい雰囲気漂ってますが、でもちょっと目をつぶってくださいね。はい、目つぶってください。なんだっけ。おっと、いい調子ですよ。じゃあ、やられましたね。あ、しまった、間違いない。やばいやばいやばい。あ、チェンジしました。あ、やばい、違う。ごめんなさい、ごめんなさい。細山さん、もうちょっと。ひどい、目つぶってますよ。目つぶってますね。私が見ると、あえて目つぶるのやめてもらっていいですか。分かってます、大丈夫ですから。お、これは、テトリス。葵ちゃん、いいぞ、頑張れ、頑張れ。やばい、やばい、やばい。頑張れ、頑張れ。一気に攻めてしまえ。どうですか、葵ちゃん強いですよね、結構、細山田さん。あのセガフェスティバルで MC とかやられたの多分やってる。やばい。いやいやいや、全然私はもうビギナーですから。おっと、どうだどうだ。ちょっとやばいから。入れた。あ、やばそうですよ。やばい。あーやったー、葵ちゃんの勝利。よし、というわけでですね、細山田さん、はい、まあこれだけハンデいただいてね、勝っちゃったのも、はい、まあ当たり前なんですけど、お優しい細山田さんですから、はい、ありがとうございます。いただきました。じゃんじゃじゃーん、いいですね。後ほどゆっくりいただきます。ありがとうございます。はい、というわけで、はい、なんか散々私たちが楽しんでしまいましたけれどもね、はい、あのコーナーの方でもぜひ皆様お楽しみいただきたいと思います、はい、うん、いろんなルールがあってね、楽しいですよね。そうですね、あのゲーム、あの CU に関してはあのこのスワップではなくて VS というあのぷよぷよとテトリスを選んで対戦するルールだけなんですけれども、はい、明日言うつもりだったんですけど、若干バランス調整してるので、はい、違い見に来ていただけると非常にいいんじゃないかなというふうに思います。楽しみですね、はい、明日のステージが何時でしたっけ。11時から、水原かおるさん、さくらかおるさん、近藤かな子さんの3方声優をお呼びして、はい、うん、あのプレゼントもあるのでぜひ見ていただければと思います、うん、豪華ですね、はい、結構あのアーケードとかスマホやってる人も見た方がいいんじゃないかなって。
気がします、はい、なんですかその気になる振り、なんだろう、なんかあげるんじゃないかなと思うんですけど、まあまあ、多分分かってると思うので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。細山田さんは明日も太っ腹だぞということで、はいはい、準備します、今よろしくお願いいたします、はい、お願いします、ありがとうございます。さあ、はい、いただきました、はい、本日第1回目のゲスト、はい、細山田瑞希さんです。ありがとうございました。いやー、やっぱりぷよぷよテトリスって面白いですよね。しっかり楽しんじゃいました。いやいや、楽しかったですね。プレゼントもいただいちゃってありがとうございました、ね、よかったですね。さあそれではここで、はい、しーちゃんは、はい、次のステージの準備があるということなので。そうなんですよ、はい、残念ながらここで失礼したいと思います。皆様引き続きセガスタジオをご覧ください。はい、ありがとう。次のステージも楽しみにしてます。はい、というわけでですね、一瞬私一人になってしまいましたけれども、この後助っ人が来てくれるようなので皆様お楽しみにお待ちください。はい、というわけでね、このコーナー本当に何が起こるかわからないものですから、このように急にプロデューサーの方がやってきてくれて、製品のお話、タイトルのお話をいただいたり、こんなゲーム対戦が始まってしまったりとですね、本当に見逃せないステージになってますので、どうぞ皆様最後までお楽しみいただきたいと思います。なんと次もですね、素敵なゲストがお越しくださるようなので、皆様ぜひお楽しみにお待ちいただきたいと思います。ニコ生放送をご覧の皆様いかがでしたでしょうか。対戦薄井さんと私頑張りましたが、お助けに来たよ。 お待たせしました、助っ人のイガリンです。ゲストが来るということなので一緒にお迎えしたいと思ってやってきました。ありがとうございます、はい、そうイガリンなんです、うん、コメントでも大人気、ありがとうございます。イガリンって呼んであげてください。可愛いですね。はい、ゲストがね登場するということで、今度は誰かな、ね、誰が来るのかな、楽しみだなということで、はいはい、情報入ってまいりました。それではですね、ゲストの方をお呼びしたいと思います。 PSO2 の酒井シリーズプロデューサー、そして木村シリーズディレクターがお越しくださいました。拍手でお迎えください。あ、ようこそ、ようこそ。 あれ意表をついた登場、あれ2人とも意表をついた登場でやってまいりました。どうぞどうぞおかけください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では改めて皆様にご挨拶をお願いします。はい、じゃりんじゃりん稼ぐぜ、大丈夫、怒らない、酒井社員です。コラボですか、コラボ。はい、ニコニコのコメントでもかなり盛り上がってますよ、はい、頭が光っております。はい、ありがとうございます。続いてお願いします。はい、PSO2 シリーズディレクターの木村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。木村さん、それは何ですか。うん、はい、これはですね、今回のですね TGS からですね、あのコスプレの方にですね、あの持っていただくように作っていただいたランナーのですね、はい、あの、マッツリマシンガンですね、はい、ビオラディエグル、はい、すごい、いいな。ただね、ちょっと、はい、ちょっと重すぎて、はい、持ってると辛いと、重たい。ちょっとびっくりした今、はい、渡されてすごい重いですよ、意外と。あ、すごい、じゃあ私も失礼して、お、重量感がすごいあります。ちょっと軽そうな素材に見えている皆様、うん、はい、これ重い素材です、はい、ちょっとね、ちゃんと作りすぎた。はい、でもね、やっぱりあの、はい、現実のね、戦場ではやっぱりこれぐらいの重みがないとね、はい、いけませんから。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、それではですね、はい、早速なんですけれども、はい、まずはお二方のこのタイトルの映像からご覧いただきたいと思いますので、はいはい、皆様どうぞ。はい、その時、一つの歴史が幕を閉じた。それは終わりではなく、始まりを意味した。新たな時代の始まりを、ファンタシースターオンライン2エピソード3、ついに350万 ID を突破。フリートゥープレイオンライン RPG の金字塔は
いよいよ新章突入。エピソード3。なぜ来た。久しぶりだね。これはこれは。新たな要素が続々実装。まずは新クラスバウンサー登場。空中戦を得意とするトリッキーな攻撃と打撃と砲撃を使いこなし、味方の援護をこなすチャンスメーカー。また2つのバウンサー専用武器が実装。危険で切り裂くスタイリッシュな二刀流デュアルブレード。高さを生かし放てテクニカルな一撃ジェットブーツ。さらに第5の惑星ハルコタン登場。どこか和を感じる風景の中を白と黒2つの巨人の民が生きる世界。巨大な建造物と高低差を味方につけて怪しげな敵を殲滅せよ。そして遊び尽くせカジノエリア新設。最大4人でプレイできるメセタンシューターで盛り上がれ。本格的なスロットマシンラッピースロットが超熱い。カジノゲーム以外にも風船に乗って空中散歩が楽しめたり、隠れたリリーパーを探し出したり、お楽しみは満載。稼ぎ出したカジノコインは超豪華景品と交換が可能だ。ここでしか手に入らない武器迷彩やレアエネミーに出会うチャンスを作り出すレアエネミートリガーなど魅惑のラインナップ。この他にもアップデートは目白押し。アークスロビーリニューアル、おすすめクエスト、キャラクタークリエイト拡充、また全クラスのバランス調整を実施。新スキルも数多く登場。それぞれの特性個性を発揮しやすく、ツリー構成もリニューアル。まだ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 他にもたくさん。エピソード3は過去最大級のアップデート。こうして会えたのも何かの縁。その罪万死に値する。客人に熱く感謝を述べる。全部まとめて壊しちゃってね。彼女のこと頼んだよ。幾多の光が生まれては消えるこの宇宙で、一筋の道を切り開くのはプレイヤーたる君自身。君が歩みゆくその先に未来がある。神聖オラクルと共に新たな歴史を宇宙に刻め、冒険者よ。ファンタシースターオンライン2エピソード3好評配信中。エピソード3でももちろん境界を超える。冒険は常に君のそばに。ファンタシースターオンライン 2S エピソード3対応。 RPG に冒険以上の楽しさを。さて、いかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやですね、ここからはですね、お二方にいろいろと、せっかくお越しいただきましたから、お話をね、伺いたいんですが、この後本日ファンタシースターオンライン2のステージもあることですから、ここでね、いろいろ話しちゃうとやっぱりちょっともったいないかなという気もして、せっかくなのでこんなスペシャルな時間、ファンタシースターシリーズが始まった頃の話をね、ちょっとお二人から聞いてみようかななんて思って、酒井さん、始まりのお話いかがでしょう。PSO の話しますと、PSO って来年で発売されてから15周年になるんですよ。15周年んで、その当時ですね、僕はまだ、初めてアートディレクターをやる、メインデザイナーをやるっていうようなことで、いろいろ考えてどうしようかなっていうので結構すごい悩んで、その時中さんっていう、上司の中裕二さんっていう方がいらっしゃいまして、その時に言われたのが、やっぱりその時のオンラインゲームってやっぱり 2D のゲームばっかりだったので、そうですよね、ドリームキャストで一番すごいグラフィックを作れと。ドリームキャストで一番、その時ゲーム業界で一番すごいグラフィックを作ってよって言われて、作ったのが、PSO のドラゴンで、そこから始まった感じだったんですよね。いやー、なんかちょっと私聞いてて鳥肌立っちゃったんですけど、そうなんですね。そうですね、なんかすごく
ぱり 3D で、まあ、ネットワークオンライン RPG をやるっていうのがかなり、まあ、画期的というか、はい、そういうところもあったの。当時ってすごく早かったですよね。今はオンラインゲームいっぱいありますけれども。そうですね、ねえ、はい、国内でもやっぱ世界的に見ても結構早い感じだったと思うので、はい、だからこその15周年ですもんね。そうですね。木村の方はですね、Xbox 版かな。そうですね。僕はあのゲームキューブの1と2 の、 あの運営からですね参加させていただいて、うん、まあ、Xbox もやらせていただきましたし、うん、まあ、その後は、まあ、ユニバースのですね、うん、初期開発から参加させていただいてという感じですね、うん、でディレクターをやったのが初めてやったのがあのポータブル2 の、 あの、うん、時にディレクターを初めて担当させていただいて、でほぼそれと並行してまあ、PSO2 が実は動いていてですね、はい、なので結構一時ダブルディレクターというかですね、2つ同時に見るような感じだったので、うん、結構大変だったんですけども、まあ、あの両方ともですねかなりユーザーさんに楽しんでいただけるタイトルになったなと思ってます、はい、なるほど。最初入った時どんな気持ちでした？そうですね、やっぱり当時まだ僕が入った時点でもオンラインゲーム自体がそれほど数が多くない状況で、うん、まあ、ただ徐々に他社さんのですねオンラインゲームが出てくる中で、まあ、もうすでにサービスしてしまっている状況でアップデートとか運営でどれくらい盛り上げていくかってことを常にですね考えながら、1&2 の頃はやってたと思います。へー、そうなんですよ。周りに見本がまだ全然ないっていう中 で、 うん、そうですね、土台から作っていくのってすごい大変だったんでしょうね。そうですね、まあ、その頃ってまだアップデートっていう概念がほとんどなくて、どういうふうにそのユーザーの皆さんを楽しませていくかっていうので、やっぱクエストでいろんなクエストを出したりとかっていうので結構苦労して盛り上げて、盛り上がりをねこう持続させていくのを結構苦労してたような覚えがありますね。すごいですね、うん、すごい。で酒井さんも木村さんもずっとこうして見守って育ててきたんですね、うん、もうね、ほんと15年以上ですからね、僕も、村の方ももう入ってからずっともうファンタスタシリーズしかやってない。そうですね、セガ入ってからずっとファンタスタやってますね、はい。すごい長い時間一緒にいらっしゃるんですね。そうですね、そうですね、はい、もう ここ3、4年は席もかなり近いので、うん、もうなんか席も近い、はい、昔はですね、それこそ僕一プランナーで酒井さんはディレクターとか、うん、もしくはデザイナーだったりしたので全く席離れてたんですけども、うん、そうですね、PSO2 の開発後半くらいからですね、うん、割と席もほぼ間のなりで、もう何かあったらすぐ画面見ながら声をかければ、同じようなメールをですね酒井さんを見てて反応するとかですね、面白いですよ。結構ね、酒井さんが笑ったタイミングと俺と笑ったタイミングが同じになる時があって、あ、同じメール見てるんだなみたいな。うわ、ふざけんなとか言ってた、あの話だなみたいな、はい、お二人は初めて会った時どんな印象でした？酒井さんは、木村さん覚えてないですよ。覚えてないですか？はい、なんか僕は単純に、うん、やっぱり先輩というか、もうすでにベテランの域にいた第2位の方だったんで、もうちょっと怖かったと思います。怖かったんですか？うん、まあ、酒井さんが、うん、ね、酒井さんがとか言っちゃった、すみません。当時はやっぱり入ったばっかりだったんで結構雑用みたいなこともやってて、なんか確かに Xbox の画面撮影か何かをしたんですよ、雑誌社さん向けに。で僕で当時はですね、今はそうでもないんですけど、Mac とかだとちょっとやっぱり日本語の画像ファイル名とかだとちょっと問題があったりとかしたので、だけど僕全然もうほぼ入ったばっかりだったんで、普通に日本語でなんかなんとかの画面とかっていうファイル名をつけて、まあ編集者さんに送ろうとしたら、酒井さんから急に、酒井さん初めてですよそのメール、いやこういう時はちゃんと英語じゃないとダメなんだよっていうですね優しいメールをいただいたんですが、メールの内容は優しかったんですが、もうね全然知らない人から急にね指摘のメールが来たんでびっくりしてちょっとドキドキしてましたそんなエピソードが覚えてらっしゃいますか？全然覚えてない。やっぱ覚えてますよ僕はやっぱりね、うん、全然覚えてない。覚えてない。もう酒井さんは忘れてしまった忘れてたんですね酒井さんの優しさっていうのもデフォルトなんですね。優しいんですかね？優しくないですか？優しいと思いますよだけど怖いと思います同時に、はい、あ、なるほど。やっぱりやっぱクリエイターなんで厳しいところは厳しくないと、なかなかやっぱりいいものが上がってこないなと思いますので。確かに、はい、その通りですよね。お二人すごく仲良さそうに見えるんですけど、喧嘩することもあるんですか？喧嘩ってそんなに、ね、そんなにやっぱ大人だからそんな、ね、作ってるとやっぱり意見が違う時って絶対あるんで、はい、まあそうですよね。それはまた喧嘩とは違いますもんね。うん、まあ、そういう時はしっかり話し合う。そうですね。あ、なるほどなるほど。じゃあお互いのここはいいって思うところあります？ここはいいよって
でもね、本当にね、木村はね、はい、人の5倍働くんですよ。5倍これだけ働ける人はね、本当いないんですよ。だからね、木村くんがいなくなると結構困るので、はい、5人いなくなったみたいな感じになっちゃう。本当ですよ。木村さんどうですか。そうですね、やっぱりですね、うん、本当にユーザーさんのことをすごく考えてらっしゃるプロデューサーさんで、うん、やっぱり僕ら開発人ってどうしてもですね、開発視点といいますか、うん、まあ、僕らも当然ユーザビリティ常に考えてはいるんですが、やはりちょっと時々忘れてしまう、なんか自分たちの都合でなんかものを進めてしまうような時があるんですけど、やっぱそういう時に酒井さんが、それってユーザーにとっては何のメリットもないじゃんと、これ開発だけの視点じゃんっていうことを時々やっぱり指摘いただくことがあって、そういう時にハッて支えるんですけど、やっぱそういうことをちゃんと言っていただく方は、やっぱプロデューサーっていろんなタイプいると思うんですけど、やっぱり酒井さんが自身がずっと、ゲームを作られてきて、ユーザーさんと接してこられたっていうと経験があってのことだと思っていて、そこは毎回すごく助かりますし、まあすごいなと思うところですね、はい、そんなね、いろんな角度、いろんな目線の皆さんが作り上げていらっしゃるんですね、うん、はい、ありがとうございます。すごい貴重なお話いただいて、とっても楽しかったです。長い時間 お取りしてしまってすいません。あ、いえいえ、本日この後、はい、15時30分からファンタシースターオンライン2のステージでお二人再び登場いただきますので、どうぞお見逃しのないようによろしくお願いいたします。いろんな新しい情報をね、はい、楽しみに、はい、楽しみにしてください。はい、では酒井さん、木村さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いかにすごい貴重なお話が聞けました ねスタートした頃の話なんて貴重だよ ねやっぱりそのタイトルのステージの中ではそのタイトルのことを伝えるのでいっぱいいっぱいだったりするから、ね、意外といい時間でした ねなんかちょっとうるっとしたうるっとしちゃいました ねなんかね、会場の方も今お二人が話してたらわーっと集まってきて聞いていらっしゃいましたし、うん、ニコ生の皆様もお楽しみいただけたんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、ここからはまたガラッと雰囲気を変えてまいりますよ、はい、ここからはあのコーナー、あのコーナー、物販を物販と紹介するコーナーでございます。よろしくお願いいたします。はい、今回 TGS2014 ではセガブース物販コーナーにかなり力を入れておりまして、なんと153種類の200個以上もご用意してるんですよね。すごい気合いの入れようなんです。全部はご紹介できませんが、少しだけここでご紹介させていただきます。お付き合いよろしくお願いいたします。では行きましょうか。まずはこちら、ペルソナ4のリセ T シャツでございます。こちらです。前に出ちゃおうかな。はい、あ、いいですね。どうですか。こちらが黒地に薄ピンク、うん、表、はい、裏側はこんな感じ。あ、結構華やか。いいでしょ。すごいこと書いてありますね。どうですかね、皆さん。コメントとかたくさんお待ちしてますよ。あと袖口も、はい、笑ってらっしゃる。袖口もあるんですよ。袖口にもワンポイント、いいですね。いいでしょう。はい、こちら2500円で販売しております。よろしくお願いいたします。続いてご紹介するのはライブスポーツタオルセガサタン白、こちらでございます。白いですね。真っ白です。そしてセガサタン白の文字、手形もねかっこいいんですよ。これ昨日手を合わせて見ましたけどもね、かなり大きいですよ。大きな手形、ぜひ手を合わせてみてください。よろしくお願いいたします。こちらが2000円で販売しております。はい、次も参りますよ。あ、これはちょっと大きそうなのでマイク置きますね。はい、続いては PSO2 オリジナル抱き枕カバーでございます。でれーん、大きいですね。イガリーの身長と同じぐらいあります。素晴らしい。こちら表面、表裏ないんですけれども、ハニュエール、かわいいですね。そして裏側が
ポニュエルちゃんです。かわいいですね。というわけでこんなに大きな豪華な抱き枕カバー、こちらはなんとお値段9800円でのご提供ということで、皆様ぜひぜひゲットしてください。よろしくお願いいたします。そしてこちら行きましょうか。あ、私の大好きなやつだ。お、参ります。こちらマイクロファイバークロスデイトナ USA、 トゥットゥルトゥッ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 トゥルですね。はい、さあこちらお値段は、お値段は800円です。あ、ニコ生の皆さん書いてくれてますね。嬉しい、それを待ってるんです。私次も行きますよ。準備はよろしいですか。次のマイクロファイバークロス、こちらじゃじゃーん、バーチャファイター10年早いんだよって書いてねよろしくお願いします。これも800円。さらにさらにじゃーん、セガタ三四郎真剣遊戯と書いてあります。セガサタン四郎、こちらも800円でございます。いいですね、コメント嬉しいですね、はい、どんどん書いてどんどん書いて、どんどん行きましょう。続いてこちらナイツー、ナイツーといえばクルンシャーチャリンチャリンチャリンって感じですよね。楽しかったゲームです。出たってコメント来てますよ。出たって、あ、嬉しいそうなんですよ、ナイツです。まだあります、はい、こちら。さあ皆さん弾幕の準備よろしいでしょうか。いきます。こちらバーニングレンジャー、明日の青空に白い羽広げ、アクアマリンの空、はい、フライハイ、来たー、分かってる皆さん、そうなんですよ、そんなバーニングレンジャーですはい、お値段すべて800円です。ぜひお買い求めください。はい、では行きますよ。続いて、はい、続いてこちらです。はい、はい、こちらペルソナですね、缶バッジ2つセットです。はい、2個セット。はい、こちらお値段が1000円。いいですね、2つ入ってお得です。ぜひ手に入れてくださいね。さあ続いてもペルソナ4、こちらスマホスタンドです。スマホが立てられます。はい、かわいいですね。かわいいですね。さあこちらお値段が1500円です。1500円です。ではこちら、はい、来ました、セガリオン、うん、かっこいいですね。裏側は後ろ姿、こだわってまーす、うん、こちらはお値段が500円。500円、お買い求めやすい価格となっております。そしてこちらじゃーん、先ほど坂井さんと木村さんが遊びに来てくれましたね、はい、ファンタシースターオンライン2の 3D ポスターです。 3D なんです、エピソード2ですね。飛び出したり奥行きがあったりします、ね、はい、お値段が1500円です。はい、ぜひ手に入れてください。さあもう一つありますよ。はい、じゃじゃん、こちら、はい、ファンタシースターオンライン 2 3D ポスターガールズバージョンですね。はい、これも 3D、はい、こちらも1500円です。素敵ですね。おーってコメントが来てましたね。あ、嬉しいですね。まだまだあるんですけれども ね、物販コーナーのご紹介させていただきました。やっぱりね、ゲームショーですから、年に一度の東京ゲームショー、しかも2014ですから、今年のこのタイトルたちの限定グッズ、今年しか手に入らないかもしれない、うん、そんなね時ですから、ぜひ思い出の品たくさんたくさん手に入れてください。よろしくお願いいたします。7ホールで物販コーナーご用意がありますので、ぜひお越しください。さあ、葵ちゃん、もう一つコーナーいっちゃいましょうか。はい、はい、お願いします。続いてのコーナーは、最近どう、行ってる、見に行ってるのコーナーです。行ってる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 ね、なんかきっと、うん、あのニコ生や会場では失笑が起きてると思いますが、これがコーナー名ですからそうですね、そうなんですはい、というわけでこちらはですね、セガのコミュニティサイトイッテルをちょっと見に行ってみようというコーナーなんです。
そもそもイッテルというのはセガのコミュニティサイトで自分の好きなものについて語りたい人や聞きたい人がふらっと立ち寄る居心地の良い空間ということで作っております。セガの ID を作れば誰でも入ることができるんです。はい、面白いコミュニティなのでぜひ皆さん入ってください。しかもなんと今回東京ゲームショー2014と連動してイッテル感謝キャンペーンも行っております。はい、実際に見てみますか。はい、見ながらちょっとご案内お願いします。はい、じゃあこちらの画面ご覧いただきたいと思います。出るかな。はい、出ました。これがセガの東京ゲームショー公式サイトになってまして、うん、このオレンジ色のところこれがイッテルです。はい、開きます。はい、これがイッテルのページ。ただいま感謝キャンペーンとちょうど頭に出ていますよね。はい、9月12日から9月30日までイッテルに登録するだけでいろいろと豪華な商品が当たる、うん、ということなので皆様ぜひぜひよろしくお願いいたしますね。こんな感じになってますよ。あ、龍が如くゼロやファンタシースターノバなどで、こちらですね、タイトルの感想を書こう、抽選でオリジナルグッズをプレゼントということで、はい、今 TGS に出展しているタイトルの感想を書くと素敵なプレゼントをもらうことができるんです。はい、連動企画ですね。はい、もらえるプレゼントはどこにあったかな。そこクリックですね。ここクリック、ゲームタイトルクリックですね。タイトルクリック、はい、はい、龍が如くをクリックしてみました。こちら、はい、こんな感じ。ダンデュダーンすごいプレゼントですよ。つけてみたい、はい、これつけてみたいです ね。つけた以外に見てみたいですはい、こんな感じになってまして、はい、龍が如くゼロのアイマスク、キリュウ、マジマセットで3名様にプレゼント、うん、やっぱりさ、人間の印象って目元が大事じゃない、ね、これをつけたらちょっと気流らしさが出るかもしれませんね。ちょっとなんか雰囲気も変わっちゃうかも、雰囲気変わっちゃうかもしれないですねはい、というわけなので皆様ぜひご注目ください。はい、そして他のタイトルもちょっと見てみますか。はい、こちらがファンタシースターノバ、出るかな。出ますね、出ましたね。はい、はい、こちらです。ちょっと落ちてしまったようです。申し訳ありません。また後ほどご紹介させていただきますね。はい、というわけでイッテルもぜひご覧になってください。みんなでイッテルイッテル、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というわけで、はい、はい、続いては何をご紹介しようかな。ちょっとニコ生の皆さんと一緒にお話とかしちゃおうかな。ましょうか。はい、皆さんいろいろツッコミありがとうございます、うん、イッテル、イッテルなんです。そう、イッテル、見に行ってる、見に行ってくださいね。よろしくお願いします。はい、はい、ノーとかノシーとか書いてくださいね。よろしくお願いします。じゃあ、あおいちゃん、はい、みんなもそろそろ気になってるあのコーナー行きますか。あ、あれですか、うん、行っちゃいますか。お願いします。また出しちゃっていいんですかね。だって何文字にするかわからないじゃないですか。あれですね、うん、はい、じゃあ参りましょう。キーワードのコーナーです。本日、セガスタジオ他いろいろなスタジオを、お届けしております、はい、そのスタジオの中でキーワードを一文字ずつご紹介しております。このキーワードをすべて集めるとある言葉が出来上がります。1日の最後に答え合わせをして、うん、答えが合っていた方の中から素敵なプレゼントを3名様に差し上げるという企画を行っておりまして、はい、今日はもう2文字ご紹介させていただきました。2文字も紹介したのにもう3文字目いっちゃうんです。そうです、今日スパンが早いです。何文字あるか分かりません、はい、ちょっと昨日皆さんお待たせしてしまったので今日はちょっとね早めにいろいろ紹介して何文字か分からないというそんなスペシャルな感じにしてみました。わかりました、はい、じゃあ私3文字目ちょっとフリップに書かせていただきます。はい、お願いします。なんかコメントの方でももうなんか予想して次はこれじゃないかみたいな来てるんですけど、いや噛み切ってないですよ。コメントありがとうございます。さあ準備できましたか。できちゃいました。じゃあ発表をお願いします。
リコ玉の皆さんどうですか、もう分かってますか、なんか予想してますね、なんかいろいろ書いてくれてますね、はい、じゃあ参ります。3文字目はこちら、ちょっとあの発音ができないんですけれども、うん、っていう感じです。そっちの方ですね、巣です、はい、巣、小さな巣です、はい、お分かりいただけましたでしょうか、インプットできましたか、これが3文字目ですよ、よろしいですか、よろしいですか、5、4、3、2、1、はい、おしまいというわけでここまで、はい、途中から見ている方はもうでも当てずっぽでもね推理していただいて、なんとなくね、なんとなくね分かるかもしれない、でもでもでも、うん、あ、ね、本当皆さんもそのさらにここから続く言葉でいろいろ連想されていらっしゃいますけれども、なんでしょうね、なんだろう何文字かもわからないから、そうなんですよね、なんかもしかしたら文章になっちゃうかもしれないし、すごいですね、すごいでしょとんでもないことになってまいりましたけれども、昨日はね4文字だったんですけど、今日4文字だと思ってたら、うん、4文字とは限らないよって言われて、そうそうそう、ちょっとね最後まで見逃せません、はい、ぜひ皆さんいろんな番組をご覧ください、よろしくお願いいたします。さあそれではですね、うん、ここで一旦皆様には映像をお楽しみいただきたいと思いますので、はい、こちらをご覧ください。マキアに救う謎の超巨大生物兵器ギガンテス、全てが規格外、この重武装した生物兵器にクルーたちは力を合わせて立ち向かう。直感的な操作で楽しめるアクションバトル、戦局に合わせた武器の切り替えも可能、11種類の多彩な武器、武器ごとに設定する特殊攻撃、戦い方はプレイヤー次第。超巨大なギガンテス、打倒の鍵は弱点への攻撃。ヘイローで空中に足場となるリングフィールドを作り、装甲を破壊。現れた弱点に対ギガンテス用大型兵器パイルを打ち込み、戦闘を有利に進めろ。仲間と力を合わせ、強くなった者だけがこの星で生き残ることができる。プレイヤーは自分の分身をキャラクタークリエイトで作成、髪型や目の色だけでなく体型の調整から細かいパーツの設定まで可能に。そしてプレイヤーと運命を共にする個性豊かな仲間たち、必ずみんなと生き残るんだ、頼りにしてるよバディ。俺は力押しだけの雑魚にはやられないんだよ。すみません、私なんかが目立っちゃいけないと思って。諦めんじゃねえぞ、俺とお前らの約束だ。たくさんの仲間たちと絆を深め、共に戦え。一人で挑むか仲間と挑むか、この壮大なストーリーをアドホック通信による4人協力プレイでも楽しめる。仲間同士ならではの息の合った連携攻撃で巨大な敵ギガンテスに立ち向かえ。惑星マキアへの墜落、そして謎の超巨大生物兵器との死闘、彼らはこの星から脱出することができるのか。ファンタシースターノヴァ、お願い、私の星を。